どうも、月刊チューズデー編集長のヤスです。ジャパン、はい、月中ファーム演芸バージョン始めていきたいと思います。はい、今回は赤玉会でございます。去年のね、7月ぐらいに赤玉土の、なんていうの、品質的な部分、硬さとか、崩れやすさとか紹介する動画を撮ったんですけど、今やっぱもう春で植え替えシーズンじゃないですか。はい、これからやっぱ土を皆さん買い足してどんどん植え替えしていくと思うんですけど、今年の赤玉土どうなんだっていうところで、今回はまたちょっと数も増やして、いや、すごい量だよ、検証していきたいと思います。前回5個ぐらいだったと思うんだよね、やったのが。今回は13種類集めて徹底的に検証していきたいと思います。それではいきましょう。月中、すごくない？一般的に見るやつから、もうね、ありとあらゆるホームセンターを駆け巡り、本当だよ、近くで手に入るやつは全部買ってきた。僕ら埼玉県で関東なんで、他の場所はちょっと全然分かんないんですけど、とりあえず自分たちが手に入れられるものはある程度買ってきたんで、結構長くなると思うんで、最後までよかったらお付き合いください。では早速検証していきたいと思います。今回はですね、まず値段、価格ですね、価格の部分とサイズ、中の不揃い感とかのサイズ感、もう一個は硬さですね、硬度、潰したりしてどのぐらい硬いかっていうのをチェックします。あともう一個は水はけ、水流した時の水はけを見ます。で、最後に耐久性、これは水あげた後とかちょっとこう負荷を与えてみてどのぐらい崩れるかとかを、その5つを今回検証項目にしていきたいと思います。今回13種類集めたんですけど、実は1種類は硬質赤玉の3本線です。これアガペ界隈とかではね、かなり人気なやつです。一番これ皆さん信頼を置いてるんじゃないですかね。シードワークだ。シードワークです。で、どれを基準にしていいかがちょっと難しいんで、もうあえてこいつ基準にします。多分ね、ナンバーワンはこいつなんだと思うんですよ、一応。まあね、シェア率も。なのでこいつをちょっと基準にして、その他がどうなのかっていうのを見ていきたいと思います。これちょっと家から持ってきたからさ、普段自分が使ってるやつなんで、ちょっとジップロックで持ってきちゃったんですけど、実際多分これ使ってる人分かると思うんですけど、この赤玉三本線ね、微塵も少ないんですよ、本当に。微塵も少ないし、結構粒も割と揃ってて、すごく使いやすいんですよね、実際。僕もこれしかもう使ってません、今。綺麗だね。綺麗なんですよ、すごく。ちょっとサイズ感ね。サイズ感、じゃあどうやって測るかって言ったら、微塵がどのくらい、細粒がどのくらいあるかっていうのを、この高木の園芸フィルター、これ細めってやつなんですけど、こちらを使って見ていきたいと思います。で、ちょっとこれをふるいにかけると、これほんといい部分持ってきたんじゃねえのとか思われそうなんですけど、多分使ってる人は分かると思う、マジで出ないから。実際すごい集まる、真ん中にすごい集まるよ、わかりやすい、この現象なんていうんだよこれすごいよ。こんなもんなんですよ。これ基準にして考えてくださいね。で、この残ったやつを一回袋に戻してこれに入れ直すと、実際みじん抜いた時にどのぐらい量が減るかとかね。ほぼ変わらないよ、ほぼ変わらない、ほぼ変わらないですね。これ、そこにちょっと穴開けてるんで、あとで水はけチェックしたいと思います。で、次に硬さチェック、これを潰すと、いや、マジかてぇのよこれ、まあ、硬いマジで指に穴開くぐらい硬い、いや、マジ硬い、くわぁ石じゃん、マジ硬いの、これ最強よ、潰せないこいつ、激硬。こいつ基準にしていいのかと思うけど、一番いいやつをね、ベースシックに考えましょう。じゃ、こいつ5点だよ、どうも。これはもう一旦これサイズ、微塵感も本当にないですし、次水はけ、これもう全部均等に穴開けてます、鉢底にほぼ一緒で、水はけ具合を、おわ、すっごい手濡れるじゃんすっごい手濡れるじゃん、絞らないと。あ、すぐ透明、いや、もうす、あ、2回目じゃもう透明だね、完全に、すご
ごい。もう3回ぐらいでもう完全に透明だし、もう水はけね、見た？スル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 だよ。水はけもこれ5です。これもう5で、この濡れた後の硬さ、耐久度チェックはこれもうプランツタグとかいっぱい刺すから。そう、プランツタグとか刺すから刺すから根が動いたりするから、ちょっと何度かぶっ刺します。でもう一回、これまあ前回ちょっと動画でね、もうねこの崩すってやつをやったんですけど、結構これが割と僕の中では重要で、去年検証したやつはこう水あげてる時から崩れちゃったりとか、泥みたいにね、まあ、赤玉土ってよく泥になるって言うじゃないですか。泥になるのがやっぱ早いやつっていうのがあったんですよ。なのでちょっと今回この耐久ってやつを入れてます。そんな変わらなそうだね。そんな変わらなそう。去年はもうこれやった段階でもう水出なかったんですよ。もう濁った水がそう溜まってたって。耐久度も、まあ、比較的自分が使ってる中でも高いと思うので、こいつはもう星5です。でこちらの金額ですね。じゃあ金額がそのアマゾンでしか、そう基本僕はアマゾンで買ってるんで、で送料込みで、2214円。何リットル？14リットル。高いのよ。だから1リットルあたり、まあ、端数切り捨てて158円かな。高っ。ガソリンぐらいあんじゃん。そうだね、確かに。でこれやっぱ高いのすごく。だからもうコスパは、コスパというか金額はやっぱちょっとお高めなので2ぐらいにしとこうか。1じゃないか。1じゃないか。だから一番高い、これが一番高い、一番高いんだもんな、一番高いんだもんな。じゃあそうしよう。リッターあたりの金額、リッターあたりの金額はやっぱ一番高いんで1とします。こちらが硬質赤玉3本線、こちらを基準に見ていきたいと思います。月中ではエントリーナンバー1、こちら茨城赤玉硬質。これよく見るでしょ、このパッケージ。これ去年とかね、結構ね木くずとか多かったんだよ。まあ、ちょっと根っことかあるかな。すごい多いって感じでもないね。ちょっとマシになってるかな。でこれやっぱ全部を検証できないので、振ってなるべくちょっとみじんを少なくした状態で上積みだけ取るということにします。すり切りいっぱい取って、すり切りいっぱい取って、まあ、こんな感じ、こんな感じですね。でまずサイズチェックしていきたいと思います。こちらちょっと振っていきたいと思います。でもなんか悪くないね、まあ、さっきのやっぱ3本線に比べたらまあ多いけど、一回カップにこいつ戻したいと思います。まあ、ちょっと振って戻したら、まあ、ちょっと1センチもないぐらいかな。割とだから粒は揃ってんじゃないかなこれは。まあ、どうしてもやっぱねこの下の方になるとやっぱ細粒増えるから、まあ、ちょっと全部が見れないからね、全体的にどのぐらい減るかっていうのはちょっと今回検証できないんですけど、ちょ今回はこれで許してください。まあ1センチ、1センチぐらい。3本線と比べたら3ぐらい。3本線と比べたら3ぐらいだねこれね。いや4でいいんじゃない、4かな、4でいいんじゃない、4で硬さ。意外と崩れるね。崩れるな。3本線が異常なんだな。あでも硬いのは硬い。あーうーん、意外とやっぱ潰すと崩れるね。これ基準むずいな、先に3本線やったことによりこいつ一番かわいそうだよね。まあね、めちゃめちゃね爆笑取った後に漫才やんなきゃいけないやりづらいやつだよね、大御所のやつにやるっす。
新人みたいな。うん、でも硬さは暫定3。暫定ちょっと後で他の触ってちょっと考えます。暫定3。うんうんうん、なるほどね。こちらの水はけを。さっきは3回で止めだったね。3回で止めだったね。わりかし綺麗だね。透明なの早い。うん、抜け具合もちょっともう一回やらせてくれ。抜け具合も暫定4ですね。暫定4です。いいんじゃない。ちょっと軽く刺します。あー俺もうこれで分かっちゃうわ。角が違う。全然違う。ちょっとこれ10回にしよう。何回か忘れちゃった。8回目これ全然違う。これね、ついてるのが違うじゃないですか。まずいや去年もこいつこんな感じだったんですよ。そうだね、去年出てこなくなったもんね、水。耐久2ですね。2暫定で、ね、暫定2。そしてこちらの価格880円。880円で14リットル。14リットル、はい、リッターあたり62円です。62円。ああ、さっきのもうほぼ半分以上。ちなみにこれ小数点大ちゃん死者5人四捨五入にしようかな。じゃあ63円。じゃあ63円、はい、金額は欲しい3ということで。3ということで、ありがとう。月中。続きましてこちら、ちょっと切っちゃったけど、赤玉です。日本線。これもさっきのも日本線だね。さっきも日本線だ。これも日本線。最高級品って書いてある。最高級品。すごいじゃん。これもうね、開けた感じね、細かいのよ。サイズじゃない。もうこのサイズしかなかったね。いや去年より全然、てかすごい。すごいよ。あ、これすごいな。細かいな。全部落ちちゃいそう。細かいね。去年こんな細かかったっけ、こいつ。これ小粒表記だよ。もう表記もないんだよ。ないね。この1種類しかこれはなかった。これはコシナ盆栽の土っていうのかね。小さい。あ、じゃあコシナ盆栽だから、こいつちょっとあれなのかもね。細かめなのかもね。階級違う感じのね。でもすごい、見てすごい、木くずがすごい。これこいつはちょっと細かすぎるから、ちょっとサイズチェックかわいそうだね。じゃあちょっとサイズの方を見ていきたいと思います。これ木くずがすごいよ。あー、ほとんどなくなっちゃう、こいつ。木くずしか残ってないから。あー、こいつ、ごめん、こいつちょっとかわいそうだな。あ、待って、同じ、どうしても、どうしても取れてないって言ってたんだけど。いや、この子、この子ちょっと同じ、無理やりちょっと連れてこられちゃったみたいな感じになってるね。いや、でも、このパッケージって結構よく見ると思うんですよ。有名は有名だよね、やっぱ。木くずがすごい。木くずがすごいね。あ、すごい、もう。すごい、綺麗に集まる。ちょっと戻しますね。
はい、ちょっとふるいにかけて結構少ない話だね。逆にこんだけ残るんだ。うん、全部抜けちゃうかなと思ったんだけど、まあ、半分はいかないかな。飛んでるから 4.4 割5割ぐらいはちょっと消えますね。かわいそうだね。そうだね、ちょっとかわいそう。でもちょっとこの土俵で今回こいつには戦ってもらおう。木くず入りで、このサイズしかこいつないから、硬さチェック。あーあ、でも、うん、あー、うん、硬さはね、これ3だね。3、硬さ3です、こいつは。硬さ3で、水はけ。ふと思ったんだけどさ、うん、こんだけ土の量減ったらさ、水はけるんじゃない？いや、でもちょっと遅いかも。遅いよ。いや、粗い方がやっぱり水はけはいいでしょ。細かい方が水はけは悪いよね。もう何もかも不利に働いてるじゃん。いや、もうアクアリウムみたいになっちゃったもん。水はけ 1ですね、これ。川底かな。川底だ。水はけ1だ。あ、ちょっと小粒だからかわいそうだね、こいつね。あまり参考にならないかもね。そう、その部分に関しては。じゃあ耐久性1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、いきます。出ない。鉄腕なしで見たことあるよ。耐久性は細かいのも相まって、まあ、1ですね。もう多分これ今日抜けないと思います、このまま。いや、もうアガベカイコには向かないって。まあそう、そうだね、そうだね。かわいそうすぎる。違う土俵でしょうがないだから。今回はね、アガベとかカイコとかね、ここに連れてこられちゃったから、ね、そうそうそう。じゃあこちら赤玉2本線、このタイプですね。これとこれは一緒なのかな。メーカーは一緒なんだよね。おー、こっちも茨城赤玉高いところですね。うん、でもメーカー一緒だ。県産だから、多分。もしかしたらサイズ違いかもしんないけど、関与とは書いてないもんな。うん、確かにね。まあ、あいつも別に書いてないよ。あいつも盆栽しか書いてない。はい、こちらお値段980円。結構するね。そうだね。13リットルなの。13、あ、少ないんだ。少ない。だから1リットルあたりが75円。70。あ、じゃあ逆にこの再利用を集めてるがゆえに、なるほど、コストが高いのかもね。あ、値段が、これはですね、1、2かな。 2にしようか。2だね、こいつね。ちょっとかわいそうだったけど、まあ、今回検証なので、はい、この子は優しい目で見てほしい。優しい目で見てほしい。この子の結果は優しい目で見てほしい。月中。次はこちら、京屋の上質趣味の園芸赤玉土。これも去年やったよね。あ、すごい、こいつ粗い。逆にちょっと大きい感じでしょうし。粗い、なんか中玉ぐらいの感じするけど。でかい。でもこれはもうこの種類しかなかったね、この一種しか。品質チェック。ちょっと入ってる。ゴロゴロだわ、これ結構。中粒に近いね。はい、こんな感じです。でかいわ。サイズチェックしていきたいと思います。でかいのはちょっとずるいよね。でかいのはちょっとずるいね。でもね、入れてる感じ結構みじんも多かったんだよね。みじんというか、なんだろう。ほら、こういう感じのね。砂だ。転がしてる間にもすごい待ってるね。
ね、粒は結構不揃いだよ。うんうん、こう細かいのがやっぱ多いね、上積みを取っても。やっぱ結構このこすれる段階で結構崩れてるのかもしんないね、もしかしたら。うん、全体的にやっぱこうちょっとこの辺見てもらうと分かるけど、結構サイズ感がバラバラだから、サイズとしては2ですねこれ。なんかバラバラなんで、でもちょっと大きいのが多いのがやっぱ気になるかな。いい面も全然あると思うんだけど、やっぱ粒が大きいせいかね、そんなに減った感じはないですね、振っても。ちょっと反則ですね。で次硬さ、もう、おお。予想通りじゃなくて、ああもう、あこれは硬い。たまに紛れてるもさ。これは硬いな。これちょっと硬い。あでもなんかでもやっぱね、大体この硬さか。ああ、硬さ1ですね。簡単に崩れちゃう。うん。そしてこれは1です。続きまして水はけチェック。大きいから水はけは良さげ。そうね、もう上まで来ないぐらいだ。うん、もう水はけはいいよ。あ、大粒だっていうのも重なってね、水はけいいです。水はけ5に近いな。うわ、並んだけど、こいつはやっぱりね、耐久度がないんですよ。予言してるじゃん。あ、ちょっと遅かったね。でもね、意外と頑張ってるかも。意外と頑張ってる。やっぱり元の粒の大きさがあるから。そう、元の粒が大きいから崩れても小粒ぐらい。あ、そういうことだよね。あ、意外と悪くない。ちょ、こいつもうちょっと負荷かけていい？おい負荷同じにしないと基準崩れちゃう。違う、もう一旦今のを見てるから、ね、ここは一回、基準はもう入らないよ、うん、これもう入らない。でもまあそんなに激しくしなければ意外と。でも崩れるのは崩れるから排気は3ですね。本当？本当に？これ5か4だと思ったけどな。4だと思った。だってこれだよ。いや俺は負けさせんだよ。負けさせようなんか企業からお金もらってるから普通に使えば4ということで。普通に使えば4ね。じゃあただ中玉であるというレギュレーションは、レギュレーションはそう、そうだ。だから今はさ、土の品質だからさ、あの加味しないけど、皆さん使うときは中玉でいいのか問題がどうか。そうだね、そうだね。さっきの段階では4だったということで、まあ、ここまでやることないからね。そうだね、うん、はい、ということでこちら高野上質趣味の園芸赤玉土、お値段430円。おお、何リットル？16リットル。あれ、1リットルあたり27円。え、めっちゃ安いじゃん。激安ね、これ。激安じゃん。で、これ価格は5。これ完全に5ですね。完全に5。完全に5。5だ。5
こいつ高スコアだな。いやでもちょっとレギュレーション違反してますからこいつ。そうなんだよね。ね、これも加味して皆さん。あくまでも今の検証具合で言ったらあれですけど。ミドル級にヘビ級出てきた。感じになってる。それは勝つよなみたいな感じになってるよ。なってるね。ありがとう。月中。はい、では次こちら花と緑のパートナー赤玉土。前回の動画ではこいつ結構優秀な成績を収めてたんで。そうだね。うん。ちゃんと急に間に合わせた。間に合わせてるね。まずサイズチェックですね。こっちちょっとなんか。にじん多い気がするな。こんな感じ。いきます。あー振る感覚で分かるようになってきた。分かるようになってきた。なるほどね。はい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 。結構これ減りそう。みじんが多いわ。粒の揃い感的にはまあちょうどいいっちゃちょうどいいよね。大きすぎず悪くはないけど、ちょっとこの減少が多いから、やっぱ細かいのも多いから、ちょっと一回量見てみましょうか。2センチぐらい減るね。3センチぐらい減ってるね。2です。これはサイズ感は硬さチェックします。あうん、結構やばいね。やばい。これも1ですね。これ結構ね、硬さとしてはやっぱり柔らかい。もうピュッて感じだもん、ほんと。水はけ。水はけいいのよ。そうだね、いいね。水はけいいのよ、こいつ。4、5でもいいぐらいだよな。3本線に比べて気を取らない。でもまあ3本線に比べちゃうとやっぱ4だね。4です。耐久性でもね、1に比べたらね、抜けなくはないのよ。2だね。2。やっぱどんどんみじんが下に落ちてくると、吐けなくなってくるね。アクアリウムになっちゃう。アクアリウムになっちゃう。濁りはやっぱ少ないね。濁りは少ないんだよね。やっぱ粒がもともと細かいのも相まって、ちょっとこう崩れてくると泥っぽくはなりやすいかな。そしてこちら花と緑のパートナー赤玉土。お値段は498円。498円。16リットル。16リットル。おってことは
1リットルあたりは31円。おってことは金額的にはまあさっきの比べたら4ぐらいでいいんじゃないでしょうか。4です。コストパフォーマンスというか金額的には5に近いけどね。ね、5に近いけどね。金額的には20円台がいるからね。月中。続きましてこちら、ここらはねもうホームセンターゾーンに入ってます。カインズですね。カインズは結構いろんなところにあるんじゃないですか。カインズの赤玉土粒ってやつです。中粒もあったんですけど、中粒は結構大きかったんだよね。そう、さっきのこのこれよりもうちょっと大きかったかな、がほとんどみたいな感じだった。ほんと中粒って感じだったんで、ちょっと今回は小粒ってやつを選んでた。でもうん純物ややありって感じだね。ややちょっと木くずが入ってる。じゃあサイズを測っていきたいと思います。出るのは出るね。まあでもすごい細かいみじんが多いってわけでも多すぎはしないかな。でもこのねその後のね粒は割と揃ってるんですよ。うん、揃い的にはいいんだよね。ちょっと細かいのが多いけど、まあ、2センチぐらい、3センチ、2.5 センチぐらいかな、減ったかな。難しいな、でもまあこんぐらい減るよな。3、うん、今のところあの全部暫定なんで、最後あのねあの全部表にするんで、じゃあちょっと硬さをチェックしていきたいと思います。ちょっと良さそうな感じじゃない。ちょっと硬い。これ一番最初にやったやつと似てるな。3だね3。割とまあ、崩れるんだけど、なんかその崩れ方にもこの力のかけ具合、これ俺しか分かんないんだけどが、うって1個ね、うって入らないと潰れないかな。3です。水はけチェック。いいね。水はけすごくいい。水はけいいわ。4、ちょっと耐久チェック。耐久度って難しいなね。中華下に落ちてからが勝負だ。そうだね。やっぱある程度抜けてくると出てこなくなるもんね。耐久性は1です。耐久性に厳しい動画になってるまあでも結構これ大事だからね、使う段階では。1です。はい、そしてこちらカインズの赤玉小粒、お値段は318円。安い。え、これ何リットル。14。あれ1リットルあたり23円。あれこれ20円台ってことはもう価格は5と5です、ね、5ですね。安いんだ。いいかもね、そうやって考えたら。
まあ、耐久面はあれだけど、まあ、なんかどれもそうだけど赤玉単体で使うことってほぼないからね。月中続きまして江南、江南で買いました赤玉中粒。これ小粒があったんだっけ、ちょっとどうだったっけな忘れちゃったけど、すごい細かかったんだよね体重みたいな、割とちょっと今回は中粒に来ました。まあ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 、まあ、ちょっと大きいけど、ちょっと大きいか、でもまあなんかあの小粒じゃ使わないなって感じだったんだよね。これなんか良さそうだな。じゃあ粒チェック、サイズチェックします。ちょっと大きいか、これちょっとレギュレーション違反だね。でもなんかあれすごいすごいすごい、すごいじゃん、すごいこれ。ちょっと待って、これすごいよ、すごいぞ、ほぼ 100% 全然出ない全然出ない。サイズ感はまあちょっとこの中粒だからね、ちょっと大きめっていうのはちょっと考慮して、サイズ的にはね結構なんていうの、微塵も少ないし、4硬さ硬い。ちょっと待って。ああ。あ、え。いいスコアの予感。頑張れば崩れるけど。硬て。すごいな。これ赤玉にも、いやでも赤玉にはさすが、あの三本線には負けるんですよ。でも4だわ、4。おお。4だこれ、これ期待度あるぞこれ。微塵が少ないね。水はけチェックします。すごくない？全然止まんないじゃん。まあちょっとね粒が大きいっていうのはあるんだけど。これすごい水はけ。まあサイズ感もあるけど水はけ5ですね。これすごい来てる、いっぱいやっちゃうよ。ダメだよ、いっぱいちょっとダメだ。いやこれ良さそう。いや、すげえ。すげえ、こいつすげえわ。すごい。暫定4。4。うん。5に近い4。やめろやめろ、ダメだダメだ、それは。禁じて。4ということでね。決まってるけどね、エキシビジョンだから。でもすごいよ、似てるよ、まだこっから、こっからが勝負だけど、エキシビジョンだから。いや、これは抜けてる方ですね。すごいわ。はい、ではこちら江南の赤玉中粒、お値段327円。これでも12リットル、あ、ちょっと少ないのよね。1リットルあたり27円です。でも20円台来てる。これは文句なしと5です。5、やばい、5です。すごい、これ強、プライベートブランド強し、強すげえな、やるじゃんコーナー。感謝じゃなかった。
月中。続きましてこちら島中で買ったやつですね。島中に売ってました。おいいよ、本場鹿沼さん赤玉土だからもうややこしいよね。鹿沼さんの赤玉、鹿沼さんの赤玉土まあこれはね、大体関東ローム層ですから一緒です。僕らも赤玉土の本物見に行ってるからね山を見に行ってるから俺ら。で、こう結構学者みたいな人に教えてもらってるからね俺ら赤玉土について。そうだよ、うん、テストの動画見てほしいね。鹿沼土みたいな層を見せてもらったもんねちょっと白っぽいというかね。はい、こちら。あー、なるほどね。ちょっと不揃い感はあるな。細かいのが多い印象がありますね。なんか俺だんだん見ただけでなんとなくも分かるようになってきたもん。すぐやもうこれやっぱちょっと細かいのが多いな。あ、すごい。うん、結構多いね。細かいの結構多いね。これやりたいがいっぱい出てくるの嬉しいね嬉しい。細かいの多いね。これはこれでいいんだよね。でもね、これはこれで必要なのよ。別に使えるから、ね、うん、表土に使えるから。これはこれで実際はあ、なるほどね。結構減るね。3-4センチ近くは減るかな。ちょっとこれも不揃い感なんで2ですね。2、硬さチェックします。おお、なるほど。たまたま最初に硬いの引き当てて期待値上げてきた上げてきた。大きいのは硬いね。3ぐらいだね。3ぐらい、割とでも固めだと思う。3だな。3です。3。じゃあ水はけ。すごく水はけ今のところいいぞ。4だね、これね。素晴らしい。4、耐久度これやばそう。アクアリウムだ。やばそうだねまだ落ちてない段階だよ。耐久性は1だな。水中チューブと酸素でやっちゃう。いけないね。10です。はい、こちら島中に売ってた赤玉寿司。お値段327円。327円、安いね。14リットル。14リットル、なので1リットルあたりは23円。じゃあ値段は5だ。5です。値段は5です。難しいところだね。耐久性の問題だよな、やっぱ。ほど。月中。続きましてこちらも島中に売ってた硬質赤玉。これ見て、400度で焼いてるのすごあの赤玉3本線でも250度とかだから。なるほどね。これ結構ね、期待高いな。高いのよ。普段さ400度30分って書いてあるんだけど、赤玉は何分？いや知らない。知らない。ちょっと待って、ほら、吹き出し火力1300度以上、内部温度400度30分。これやっぱすごいよ絶対。焼いて
てるね。焼いてる。結構繊細な粒だね。ちょっと小粒多めだけど、良さそう、良さそう。触ってるだけだわ。すぐ出てきた。良さそう。サイズチェックしていきたいと思います。やっぱちょっと小粒めだからさ、ちょっとこの細めだと落ちちゃうよね。まあ、若干不純物もちょっと意外と入ってるね。木くずとか、やや入ってる。あ、でも少なめではあるね。少なめではあるね。ちょっとさ、硬さ触っちゃって今。あ、でも全然減ってないね。意外とサイズ感は均等性が高いんで4。そうだ、ある種小粒なのに減ってないっていうのはでかいね。そう、小粒寄りなんだけど全体的には。でもそんなにみじんがやっぱ多くないんだろうね。4です。はい、硬さチェック。え、なくなった。あれ、で感触的にはね、3なんだよね。3なんだよね。いや、硬いのもあるけど、結構この潰れるのと潰れないののね、差が激しいのよ。なるほど。ムラあり。ムラありだけど、点5が許されるなら 3.5。 水はけ。難しいな。3だな。水揚げ3だな。3です。耐久度チェック。意外とね、崩れてる感触はすごい強かった。アクアリウムになる可能性が高いな。でも出てるな。1ではないな、2だな。行ってもいいかもしれない。結構もみもみしてるもん俺。まだ抜けてる気がしてる。はい、こちら島中に行った硬質赤玉土400度焼きなり品。詳しい紹介入った。調整品っていうのかな。どうしたのね。調整品かな。お値段748円。おお、何リットル。14リットル。あれ高いんじゃないこれ。あのね、1リットルあたり53円。ああ、ね、評価は3です。3、はい、3か。いやー、もうちょっとこいつ頑張ってくれると思ったけどね。いやもう可愛さもって肉じゃない場合。月中。はい、続きまして岩フォームの家庭の園芸の基本用土です。赤玉土小粒。
見た目はね、いい粒です。いい粒。しょ、これいっぱい入ってるのよ。あー、でもね、細かいの多いね、これ。上積みをね。あー、細かいの多いね。サイズチェックしていきたいと思います。もう分かった。いや、なんかまちまちサイズが。細かいの多いね、結構。一応集めておきたいからね。量が分かるから。なるほどね。じゃあちょっと一旦戻します。やっぱまあまあ減るね。3センチぐらい減りますね。サイズは結構バラバラ感が強いから2ですね。2、硬さチェックしていきたいと思います。やばいな。あ、でも、やばいな。結構柔らかい。ギュッてやって潰れるぐらいだからね。2だな。2。新しいやり方やっちゃった。それやってなかったな。サイズチェックします。水だけやっぱいいね、このままだと。やっぱり上まで水が来るね。でもね、悪くない。このままだと4。11いった。いきます。耐久性は1ですね。ある程度崩れるともう抜けなくなっちゃうな。はい、そしてこちらの家庭の基本用土です。赤玉土小粒、お値段は327円。お、安い。安いんですよ。安い。14リットル。チップあたりでね、23円。安い。23円。安いな。この暮らしの5点だな。まあ、やっぱちょっと細かいのが多いからね。ちょっとミシン振ったらなくなっちゃうとかね。ミシン育てるときがいいのかな。ねえ、ミシン取るみたいな俳優が。月中。はい、そしてこちらもビバホーム中品盆栽ショーじゃない。なん、盆栽、赤玉、匠。赤玉で青文字って言えばいい。いいね。こんな感じです。おー、なんか粒はね、割としっかりして、なんかしっかりしてる。結構これずっしり重いのよ、持った感じが。確か重かった。重い、これ。なんかちょっと木くずは多いけどね。え、木くずがやっぱ多いな。サイズチェックを。これなんかね、すごいのよ。こういうのが多いね。デカめだね。でも粒が揃ってるね。おー、全然出ない。すごい。全
然出ないよ。ほぼ 100%。 ほぼ 100% 戻ってきてる。戻ってきてるね。すごいよ、増えた。逆にもう全然、あ、サイズ感はこれね、5です。完璧だ、うん、いや、すごい綺麗だ、ね、綺麗。大きさもちょうどいいよね。ちょうどいい。やってなかったけど。いや、もうやるまでもないって。こんなん、こんなん、こんなんす。はい、じゃあ硬さチェック、まあ、ここだよね、難易度が。まあ、ちょっと4上げようかな、これ。おお、いいじゃない。うん、固めかじゃん。意外とね、うん、これだと崩れないね。もう一個こう、グッてこう、グッていくと崩れるっていう。水はけ、これ水はけ良さそうよ。すごい、上まで上がってこないね。上がってこない。すごいな。これやっぱさ、この水はけっていうのはさ、こう粒が揃ってるからっていうのもあるよね。だ、均等に隙間が空くからさ、上まで上がっていかないもん。これ濡れてないし。なるほど。水はけ5だわ。完璧だ。これ濡れないもん、ここ。もはや。これ逆にいいの？逆にいいよ、もう。これ5だ、これ5でしょ。すごいすごい、耐久性ですね。いや、これいいぞ。すごいね。ちょっとこいつにはもうちょっと負荷を与えます。可愛がりです。つまる姿見たくなってるね。でも、はけてんのよ、はけてんのよ。いやー、もうしんどいよ。まあ、ちょっとこれはね、やりすぎだからあれだけど、これでも耐久もね、4だね。4です。いや、大健闘でしょ。すごいよ。はい、こちらビバホームの中玉匠、お値段877円。おお、結構するね。これ何リットル？13リットル。1リットルあたり67円。おお、2点です。2点いこす。なるほどね。価格帯はね、まあ、でもやっぱりいいものにはやっぱ値段がやっぱあるという。そういうことだ。そうだね。いや、でもね、すごい揃ってるのよ。これめちゃくちゃ綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。これノイズみたいな。まあ、こう見るとまあミシンも多いけど、まあ、そう。なるほどね。いいよ、いい商品。いい。月中。次、じゃあコメリで買った小粒赤玉土。小粒頭土。これコメリブランドなのかな？あ、コメリブランドです。おお、ブランド。グリーンディーグリーン。いや、赤玉土って書いてある。おしゃれ。なるほどね。結構ね、まちまちですね。細かいのが多い。そうだね。細かいな。ちょっとムラある。ムラあるな。あ、結構ムラあるわ。これサイズチェック。結構ムラあります。結構出るね。
いだ。結構出ます。3センチ。結構まあサイズ感もバラバラなんで2ですね。2サイズは2。硬さチェックしていきます。おおおおおちょっと芯が残るような。いや結構ね、あやばいな、結構やらかめですね。2です。結構柔らかい。なんかね、もうなんか触った感じがちょっとふかふかだもん。ふかふかかだもん。水はけチェック。水位上がってけど早っいやでも水はけいいんだよ。しかもあんまりどう出ない。でもちょっとこの溜まる感じはあるんで3ですね。3負荷です。耐久度耐久性はないね。やっぱ硬くないからさ。1だな。1かな。やっぱり4もらった後はちょっとかわいそうだよ4もらった後はかわいそう。1だ。そしてこちらコメリのプライベートブランドですかね。赤玉土小粒14リットルお値段348円。お安い、うん、1リットルあたりは25円。お安い、うん、これはギリ5。ギリ5。ギリ5ですね。リッターあたり20円だからね、安いよ。まあ、やっぱね、この粒がちょっと細かめなんだよね。ちょっと細かいのが多いかな。月中。はい、ラスト。これどこだ？これ園芸店だ。またこれ園芸店、そうだ。ラストまた園芸店になっちゃった。これ園芸店です。栃木県産赤玉土小粒天然乾燥。怪しいね怪しいね。清須さんのやつですね。ちょっと細かめですね。ちょっと細かめ、うん、細かめだ。こちらのサイズチェック。細かいね。すごい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。だんだん下の方はすごい生かなってじゃ戻します。3センチぐらいなくなるかな。粒がやっぱ多いね、これね。2。じゃあ硬さチェックします。あー、もうこれやばいわ。ちょっと難しいそれは低い方で難しい。そう2です。水はけチェック。まあ、水はけ自体は悪くないね。
やっぱちょっと粒が小さいせいか少しこう根が詰まってるから、でも悪くないね。3って感じですかね。3。じゃあ耐久。これには弱いかな、やっぱ。やっぱすぐ詰まっちゃうよね、小粒なだけあって。でも頑張ってる、抜けないっていうことで。止まるってことはない。2だね。2、意外とやばいけど頑張ってる。2です。ラスト、園芸店で買った清須さんの栃木県産赤玉土小粒。お値段506円。506円。ただしこれ18リットル。あ、多いんだ。多いんだ。18リットル。1リットルあたりは28円。2？まあ、あ、違う違う違う、4か、28だね。4だ。なるほどね。やっぱちょっとこうイメージ細かめだよね。がっちりしてる感じじゃないかな。ちょっとみじんが多そう、やっぱり。月中。はい、とりあえずこんな感じで検証。すげえ長かった。夕方だよ。すげー疲れたよ。お昼前に始めたのに夕方。ちょっと整理して表を出します。こんな大量の赤玉土はどうする。一旦置く。一旦置く。畑に使うとかじゃないんだ。一旦置いとく。すごい量だもん。まあ畑あれば何でも使えるしね。そう、そうそうそう。土はいくらってもいいから混ぜられるしね。スタジオ戻りましょう。はい、月中。はい、スタジオ戻ってきて1週間が経ちました。いやマジ大変だったから。よくわかんないよ。まあ、でもちょっとね、まあ、今回あくまでもちょっと僕の、まあ、主観がかなり強いですけど、今回のねポイントを集めて何が一番良かったのかっていうのを最後出したいと思います。こちらです。なんか意外とこの江南の、まあ、中粒、これが良かったんですよ。ちょっとサイズ的にいわゆる僕らが見てる中粒小粒の間ぐらいのサイズ感が多かったんだけど、かなりの高得点をマークしてましてね。なおかつ金額が安いっていうね。そうだね、うん、結局中粒小粒の間でも使えるか使えないかっていうサイズで言えば十分使えるサイズなんですね。やっぱみじんが少ないかったからね、まあ、あくまでまだ上積みだけでしたけど、みじん振った感じも全然みじん出なかったですし、コスパとか的なのも考えたりとか入手のしやすさを考えても、こいつ結構良かったんじゃないかなっていう感じですね。もうなくなっちゃうよ、もうなんか。もうなんかなくなっちゃう。これちょっと俺今後なんか使いたいもん、ちょっとした時に、うん、やっぱ赤玉三本線さ、いざこうリッター計算したらさ高いじゃないですか。そうだね、158円ガソリン代かよみたいになってましたけど。いや本当にやっぱあれ高いなって改めて思ったので、ちょっとまあコーナー結構おすすめだと思います。まあ、ちょっとそれ以外にもね、全部これグラフに、グラフというか、あの表にしてありますので、まあ、よかったら今後の植え替えの参考にしていただけたらなと思います。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと分かりづらい点もあったかとは思いますが、これからね、植え替えガンガンやるときの赤玉土の参考にしていただけたらと思います。この動画が良ければ、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファーム園芸バージョンもお楽しみに。ではまた。